三色ポチトリミツ三色ポチトリは、アステカ神話の太陽神、軍神、狩猟神である。その名は、ハチドリの左、または、左のハチドリを意味する。女神コアトリクエの息子であり、月神ヨルシャウキの弟である。コアトリクエは、コアテペックさんで羽毛の玉を拾ったことにより渋滞それを知ったコアトリクエの子たちは、 母の解人に面目を潰されたと感じ、コアトリクエを殺害しようとした。しかしコアテペックさんで完全武装したウィチロポチトリが誕生し、トルコ医師の蛇を使って、コヨルシャウキを八つ咲きにし、兄弟の大半を滅ぼした。ウィチロポチトリの兄弟殺しは、アステカの半島の拡大を象徴しているという。メソアメリカの神話では、太陽はしばしば戦士であり、 人間の生贄を求めるものであった。そして、蜂鳥は、天界の太陽の家で転生した戦士だと言われていた。戦士であり、太陽であるとされた蜜色ポチトリには、生贄として、人間の心臓が捧げ続けられていた。蜂鳥をかたどった頭飾りをつけ、左足に、蜂鳥の羽飾りをつけ、五つの房のついた盾と槍を持った戦士の姿で表される。蜜ロポチトリは、 図像表現において、同様に戦士の神であるテスカトリポカと関連付けられている。これら二神は共に、煙を吐く鏡、赤い革紐で結ばれた白い臨場の胸飾り、蛇、または鏡に置き換えられた片足、トルコ石の投げやり益、シンコアトルの仮面などの特徴を備えて描かれることがある。マリア・ベッキアーの絵文書では、ウィツェロポチトリは、 テスカトリポカの友と呼ばれている。アステカの部族神として最も熱く信仰された。テノチティトランがアステカの首都となったのもウィチロポチトリの信託によるものであり、メキシコの国旗、国章にも描かれている。アステカの大神殿、テンプロマヨールはトラロックとウィチロポチトリを祀った双子神殿である。ありがとうございます。